ウィリー・メルスは、ベルギー出身のレースドライバー。メルスは、フェラーリから、地元ベルギー GP で、F1 デビュー。出走3戦目のイタリア GP では3位に入った。結果的にこれが最初で最後の F1 での、表彰台獲得となる。F1 では、インブと、ロータスから1戦ずつ走ったが共にリタイアに終わり、シーズン半ばに、フェラーリに復帰。 しかし、復帰初戦となった、ドイツ GP で、ジャンピングスポットでの着地の際にバランスを崩して、大クラッシュを喫する。幸いメレスは無傷でマシンを降り、大事には至らなかった。またこの年のルマン24時間レースでは、マイク・パークスとのドライブで2位に入った。F1 では引き続き、フェラーリから参戦。開幕戦のオランダ GP はマシンが間に合わず、 欠場したが、第2戦のモナコ GP では、前年型の改良マシンで予選4位、決勝7位を記録。続く、第3戦ベルギー GP では、予選6位からのスタートで一気に順位を上げロータスの、トレバー・テイラーと激しいトップ争いを演じる。9周目に隙を突かれて、ジム・クラークに、首位こそ奪われたが、2位争いになっても、テイラーとのバトルは依然として続き、 おルージュを2台並んで通過するなど激しいデッドヒートを見せた。しかし、終盤の25周目、ブランシモンでテイラーを抜こうとラインを変えたメレスのマシンとテイラーのマシンの動きがシンクロして接触。メレスのマシンは跳ね上がって、ドライバーを乗せたまま数回転し、火を吹いて着地。テイラーのマシンもコントロールを失って、ランオフエリアに突っ込んだが、テイラーは、 自力でマシンから脱出した。しかしメレスは火の回りが早くてマシンから出られず腕と足に火傷を負った。この事故でメレスは前年2位に入ったルマン24時間レースなどにも出場できずシーズンの大半を棒に振ることとなった。復帰後のイタリア GP で4位 WSC のパリ 1000km でも5位に入るなど 良い成績を残しただけに、メレスにとってこの事故は大きな痛手となってしまった。ニュルブルクリンクで、フェラーリ 250P をドライブするメレス引き続き、F1 と並行して、スポーツカーレースに参戦。F1 では、開幕から2000連続リタイアだったが、WSC では、セブリング12時間レース、タルガフローリオでに位、スパ 500km。 ニュルブルクリンク 1000km で優勝を果たすなど、好調な結果を出していた。しかし、ジョン・サーティスト組んで参戦したこの年のルマン24時間レースで、サーティスト交代して、マシンに乗って、ピットから出た直後、突然、エンジン部分から出火し、ストローフェンスにぶつかって停止。この際に、メレスは、気を失ってしまい、前年に続いて、火傷を負ってしまった。その後、 この年のドイツ GP で、メレスはレース活動に復帰。しかしそのドイツ GP での1周目、2年前に大クラッシュを喫したところと同じ地点で、その時と同様のクラッシュを演じてしまう。メレスは、マシンから投げ出され、両腕両足に、ひびが入る怪我をする。特に右腕は、神経も損傷してしまい、後々彼を苦しめていくことになる。 またこの事故でメレスのマシンから外れたタイヤが観客席に飛び込んでしまい観客が一人死亡する惨事になってしまったチームからの信頼を失ったメレスはこのレースを最後にしばらくレース界から離れることとなるしばらくレース界から離れていたメレスだったが友人のジャンビュアリー・ブレトンがスポーツカーレースへのエントリーを持ちかけたことがきっかけで1964年の WSC 最終戦、パリ 1000km に出場。以降は、ブレトンが、マネージャーとなり、メレスは、活路を、WSC へ見出していく。1965年、メレスは2年ぶりに、F1 の世界に復帰し、プライベート BRM から、地元ベルギー GP に出場したが、結局予選も走ることなく、F1 を去る。 WSC には5戦に参戦し、プライベーターチームでの出場ながら、優勝1回、3位2回の成績を収める。1966年は、スクデリア・フィリピネッティのサポートを受け、フォードやポルシェなど様々なマシンをドライブ。第4戦として行われた、タルガ・フローリオでは、優勝を果たしている。 1967年は2年前と同じ夫人で臨んだメレスだったが3位に入ったルマン24時間レース以降はマシンに対して神経質になっていたこともあって乾燥もままならないレースが続きこの年は前年ほどの結果を残せなかった前年から一転して依然同様の力のある走りを見せていたメレスだったがこの年のルマン24時間レースでの一周目 走行中、突然メレスの座席側のドアが風圧で引きちぎられるアクシデントが発生。マシンはコントロールを失い、スピンしながらガードレールに激突して大破。メレスは頭部を負傷し、このレースを最後に二度とサーキットに戻ってくることはなかった。事故についてはメレスがドアを閉め損なったという疑いも浮上したが、 結局原因が明らかになることはなかった。その後メレスは以前の事故の後遺症である右腕の痛みに加え、この事故による頭部の慢性的な痛みにも悩まされる日々が続き、翌年9月にホテルの一室で睡眠薬の多量摂取により死亡した。40歳没。発見時に遺書らしきものがなかったため、自殺とも頭痛による睡眠不足の解消をしようとして、 大量服用したのではないかとも言われているが、確かな原因は、今日に至るまで未だ謎のままである。ありがとうございます。